状況を利用してパンを焼く。この高温高湿は発酵向きだ。ストーブはうちのオーブンより大きいので、いつもよりでかいパンが焼ける。コモリでは小麦を作っている家はない。収穫期と長雨が重なって麦が干せない。干せないと保存できない。それでも昔は作ってたんだけど、米蔵さんの時代に畑揚げも田んぼにしてしまって、それっきり。だからパンは買ってきた粉を使う。ここらではまとめて安く買えるので、パンもケーキもすべて地粉を使っている。地粉はこねてもこねてもパン用の強力粉のように薄い膜はできにくい。なので下手にこねるより、材料を全部混ぜたらそのまま長時間発酵。2度ほどガス抜きしながらゆっくり生地を育てる方がよくできるし楽だし、成形して最終発酵が終わる頃にストーブには置きを作っておく。パンを焼くのは200度くらいだから、ストーブは消える寸前の余熱ぐらいだから、冬にはストーブパンは焼かない、寒いから。ストーブで焼くのは不安定だけど、集中する分かえっていつもよりうまく焼けたりする。部屋も乾いた。マグは取ってきてパンをやつにしよう。長雨なんかに負けてたまる。